三無市におりますと、昨日の臨時市議会で、市が提出した市長と副市長、それに教育長を言及する条例案が可決され、このうち市長は来月から5ヶ月間の言及となります。三無市では、おととし、市が所有する土地に大量に搬入された土砂が周辺の住宅街に飛散する被害が出たほか、今年に入り、 高齢者除菌の勲章と勲気を紛失する問題が起きました今回の言及はこうした不祥事を重く受け止めての対応ということです